スタジオリバーサイド。はい、かっこいいギタリスト竹下敦史です。今日ね、お茶の水黒沢楽器の、加納治先生のレッスンを受けてきました。ありがとうございます。今回ですね、いつも使わない、ティアドロップ型のピックを持っていったんですが、さすがよく見てますね。あの加納治先生からこんなピック使ってみたらどうだいと言われまして、このちっちゃいですね、これ多分ジャズギタリストさんが使う、ジャズって書いてあるわ、ジャズ2、ジャズ1かな、こういうあのすごくちっちゃくて、あのちょっと先が丸くなってるんですね。でこれで弾いてみたらどうだいっていうんで、ちょっとあの弾かしてもらいました。音がね、すごくまろやかです。なんか柔らかいでしょ、すごい。で、加納先生がね、すごく面白いピックの使い方をしてるっていうのを聞きました。このね、ティアドロップ型の一般的にはこの尖った部分、ここの面だけを使うんですけど、こういう風になまった面、こっちの面使ってみると面白い音がするよっていうんで、ちょっと弾いてみなって言われて、なるほど、さすが、確かに引っかかりがなくてね、ここのね R がすごく緩やかなんで、引っかかんない分ね、こうスムーズにピッキングができるんですよね。っていう延長線上で、ちょこっち使ってみたらもっといいんじゃないのっていう。あら不思議、なんだかピッキングがスムーズにできるようになりました。さすがね、よく分かってらっしゃって、ジャガジャガっていうね、こうカッティングでみたいなカッティングとかするのには向かないよと。ただちょっとソロを取ったりとかね、ちょっとしたフレーズ、なんかみたいな時はこういう方が割とピックのこう取り回しが楽で弾きやすいんじゃないって言われて、はっきり言って今回もほぼ雑談でした。雑談なんですが、結構楽しかったです。正直すごく楽しいレッスンでした。楽しいのが一番だよね。今回の一番習った、ところは Em で Em-Gc みたいな展開で、先生がバッキングしてくれて、で僕がソロ弾いたりで、僕がバッキングして先生にソロとっても、弾いてもらったりするんですけど、要するに最後の落としどころ、よくありがちなんです。ジャーンが合ってれば大体なんとか成立しちゃうもんなんですよ、音楽って。で、私は自分の中で、例えば、マイナーのね、Em マイナーでドっていうのが Em マイナーのスケールなんですけど、途中の入れたら本当はいけないんだけど、流れの中で入ってると気にならない音ってなるわけです。例えばこういうのこれってスケールの旋律的には入ってちゃいけない音なんですよ。でもそれを自分の中で恋に自然に入れちゃう癖が入ってるあるんで、それを禁じてたんですけど、
多分指の動きとかを見てたんでしょうね。あの経過音、経過音っていう呼び方をするんですけど、経過音をわざわざ使わないことはないから、もっと自然に経過音みたいに使っちゃってもいいんじゃないって、言われて、なんだか安心しました。どうしても手癖だから出ちゃうんですよね。パラララっていうダルッダルッっていうのが、でやっぱりそれ使わないように使わないようにってしてるのをやっぱり見抜かれたなと思いました。でわざわざその得意なものを封じることもなくて、で不得意なことをやることもなくて、もっとこう自然に弾いてった方がね、いいところが伸びるんじゃないのと。ただその落としどころだけは確実に決められるように注意さえしてればいいんじゃないかなって言われて、で最後はなんかわははっていう感じで楽しくレッスン終わりました。加納先生ありがとうございます。また次回もね、ちょっと、自分なりに今回教わったことを自分の中で消化する時間を作りつつ、次回またレッスンに挑みたいと思います。とにかくね、やっぱりさすが場数踏んでるなっていう感じのセッションをさせていただきました。ありがとうございます。それではまた次回お会いしましょう。竹下敦史でした。